プレゼント企画やってます。どうもドアザルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあということで、本日は無課金でプレイしているこちらドズ2から、トロ上げをお送りしていきたいなと思います。最近ね、ドズ2相変わらず苦戦しているんですけれども、まあ一回同件に落ちちゃったんですよ。4300切っちゃってまじないしていたんですが、ぼっちぼっち4438まで、上がってきました。使ってるだけこちらですね、メガナイトオグで、まあ今ホグライダーをね寄付とかで集めているんですけれども、まあちょっとレベル10には遠いかなと言ったところで、まあ、気長に頑張っていきたいなと思います。それでは、マルチいきますか。結構最近ね、ダブルエリクサー大会だったりだとか、あとなんか謎イベント来ましたね。プリンス協力ドラフトチャレンジという、協力ドラフトなんで、かなり闇が深そうですが、まあ、いろんなイベントが来てね、無課金でもカード集めやすくなってるかなと思いますので、まあ、ドズ2はこういうのしっかりやってって、まあ、ダブルエリクサーもね、4勝4敗で終わっちゃったんだけど、まあ、しっかりやっていくことが大事かなと思いますので、まあ、ぼちぼちやっていきましょう。さあ、ということで、トロ上げいきますか。よし、今日は勝つぞ。いきます、よろしくお願いします。レベル13来るな。うわー、マジかー、これはかー。タワーレベル13への勝率多分 20% 切りますね。ちなみにさっきもね、1個前の戦いもタワーレベル13と当たったんですよ。もうね、多すぎる本当に。レベル13がなんで、なんでなの。さあ一発入って、いやー、きちいなー。まあいいや、ゆっくり行こう。さあ、ユニットレベルはでもカンストがそんなに多くない感じかな。うおー、来た。このゴーレムは一番あかん。ゴーレムの格上はね、止まらないんですよね。私も明暗でゴーレム使っててごめんなさいって感じなんだけど、マジで止まらんからな。さあ、インフェルノドラゴンを、相手はライトニングドラゴン。ここはもう、さあ、こっちでターゲットを取りつつ、さあ、なんとかなんとか抑えていこう。いやー、きついきついきつい。さあ、でもメガナイトがね、結構体力残ってるから、ワンチャンこのまま、いいよいいよ、悪くない、悪くないカウンターができそう。さあ、ここは、もうザップも使うことを、あー、微妙か。これ使わなくていいや。使わなくて、ホグライダー頑張れ、ホグライダー頑張れ。いけ、メガナイト、飛べ、飛べ。よっしゃ、オッケー、ナイス。え、今、メガナイト当たったちゃんとタワーに。全然タワーダメージ入ってないんだけど、そんなことある。ここは多分相手、さあ防衛してくるか。オッケーオッケー、チクチク刺さって、後ろからゴー、あー来ましたね、後ろからゴーレムを組み立ってくる。いやー、逆サイドも行きたいけど、逆サイド行くともう左からキングまで行かれそうなんで、しっかり左を守っていきたい。ライトニングドラゴンだな。あー、こいつです、こいつです、犯人はこいつです。ライトニングドラゴンを抑えつつインフェルノドラゴンを活躍させたい。いやー、これこれやられるな。ちょっと待って、コウモリの方にターゲット、オッケーオッケーオッケー、コウモリの方にターゲットをずらしてインフェルノドラゴンでオッケー、なんとか最小限のところまで削った。さあ、あるよあるよあるよ、まだあるまだある、全然勝ってる全然勝ってる。さあ、メガナイト2体目いくか。メガナイト2体目ドボンして、さあ、これでもうメガナイトラッシュ、メガナイトラッシュを作り上げましょう。さあ、ライトニングドラゴン展開してきたけど、あー、このトルネードが強い、このトルネードは強い。さあ、メガナイトあんまり意味ないけど、さあ、これはどうなるどうなる。吹き矢出して、お、ラムライダー、ラムライダー、ゴレラムライダーでしたね。さあ、ここはホグライダーうまく守られてしまって、やべ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 、突進来るな、突進、あ、危ねえ危ねえ危ねえ。いや、結構だな今ダメージ的には。戦線でいい感じにイーブンだけど、このゴーレムが止まらなさそう。やめてくれ。ちょっと待って、ライトニングドラゴン絶対出してくるよね、それは分かってる。このライドラをなんとか止めつつ、相手のゴーレムをほとんどノーダメージを抑えないといけないという苦行。さあ、このポイズン、いやー、きつい、このトルネードのタイミング最悪。いやー、終わったか。ホグライダー出してもうワンチャンスかけるしかねえ。無理ー、いやー、無理だ。相手のユニットレベルそんなに高くなかったから勝ちたかった。でもさあ、4410で落ちてしまいました。2試合目いくか。もうタワーレベルが高い本当に。さあ、気を取り直して、まあゴーレムとかのね、やっぱ格上はどうしても止まらないことが多いですよね。まあでも相手のユニットレベルそんな高くなかったから、今のは勝ちたい一戦だった。同格のレベルだとゴーレム結構逆サイドにガンガン裂いていくのがいいんですけど、
あの格上ゴーレムは結構難しいんですよね、立ち回りが。さあ相手は26ホグかな。さあホグライダー26っぽいですね。さあ高回転のホグライダーの代名詞、多分、防衛説は大砲と言ったところで大砲出てきました。さあホグライダーいい感じですね、これは。さあ相手は細かい呪文はローリングッドしかないので、このコウモリが刺さる。 OK。 さあファイアーボールを使わせて、悪くないプレッシャーですね。1コストがな、強いからどうしようかな。フキアゴブリン展開しつつも、ローリングッドはまだ回ってないんで、いやでも1コスでうまく守られたら嫌だな。さあホグライダーこのタイミング、これ2発入っちゃうかな。1発2発入りそうですね。危ねえ、3発入るとこだった。さあ右も左もいいプレッシャー。ここでマスケプラス大砲で回ってくるか、いやアイスゴーレムか。アイスゴーレムプラス大砲でうまく守られてしまって、ここはおお、なるほど。ここはちょっと左マスケットにいいですね、ポイズンかけながら大砲も処理いい。いやいい勝負だけど、ちょっと待って、高回転大砲今ないよね。大砲ないんで、とりあえずスケルトン警戒のザップ、スケルトンにはザップって、オッケー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 、一発は入りそう、これ一発、よしナイス、素晴らしい。さあローリングッドも持っているんで、おこっちは左にローリングッド、悪くない悪くない。さあここで一気にカウンターの形、ファイアボール打ってくるかな左。さあここファイアボールも打ってきて、ザップで止めて一撃、二撃、おいしい。さあ右にはフキアゴブリン、よし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 、悪くない悪くない、おいしょ。26ホグはね、やっぱもう結構戦ってるんで、次どうしてくるっていうのがある程度分かってくるけど、いやー怪しいな、ちょっと待ってよ、ちゃんとやっつけないと、ちゃんとやっつけないと怪しくなってきた。11に持ち込めばこっちの方が圧倒的有利だよな。さあこれは OK、 あーマジか、メガナイト今入らなかった。ちょ待って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 、やばいやばいやばい、負ける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 、ポイズンポイズン、復帰入れよ復帰入れよ、危ねえ危ねえ、負けるとこだった。こうなったのはわしのリード。ちょっとゆっくり行こうゆっくり行こう、ここで左大砲で抑えられるか、大砲で抑えられる。さあここはしっかり守って、もうポイズンで削るか、ちょ怖いから怖いからっていうダサい、怖いからっていうダサさですが、ここもポイズンでしっかり削りつつ、相手のホグライダーの形を作らせないことに集中するべし。さあここはホグライダーにきっちり OK、 ナイス、当てれた、きっちり当てて守って、さあもうここはフキアゴブリンプラスのちょこちょこ OK、 入った、ナイス、素晴らしい、ありがとうございます。あーよかった勝ててヒヤッとしましたね。最後特に右を落とせないんじゃないかって思ってヒヤッとしました。あそこね、やっぱ高回転で大砲が回ってくるから、ちょっと焦らずにホグライダー以外の削りもしっかり組み立ててやらないといけないんだけど、間に合うか間に合わないかでちょっとねバタバタしましたね。さあといったところで宝箱をザクッと引いてって、よし行きますか、3戦目、これを勝って終わらせたい。4600までは苦戦せずに行きたいんですよね。マジでレベル11と当たらないな。私もそろそろタワーレベル12にしたい。これタワーレベル1個上がるとどれぐらい防衛力変わってくるんだろう。そんなに変わらないのかな。まあでも体力も上がるからな。その、うわ、レベル13だ。タワーの体力も攻撃力も確か上がるんで、そう考えるとだいぶ違うよな。いや、いい位置。これは相手無視することはできないけど、結構無視してくれた。悪くないですね。さあ、この、ああ、これポイズン使った方が良かったかな。結局使うなら。いやー、このザッパいて。これは、ガゴムリに対しては、あれですね。まあ、結果論だけど、いやー、マジか。いて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 。強い。ガゴムリに対してはポイズンを先打ち、もう先打ちっていうかすぐ打った方が良かった。いやー強えな、これはさすがに無視できん。レベル12、レベル12のゴブリン3発いるんですよね、攻撃が。だから無視するともうそれだけでタワー折られちゃうから。さあ三重視やってまいりました。ジャイ三重視か。
しかも30しかんすと。これ左そのまま落ちる、まさか。そんなことはない。いやー、全然、マジかよ。ちょ、待って、どうなってんの。この右を押さえつつ、全然左が削られてないという恐怖。いやー、これジャイアントで受けられて、ちょちょいのちょいでやられそうですな。うわー、もう無理。マジで無理。マジで無理。さあ、ここは、処理されて、いやー、これ、結構きついよ。キングきついよ。さあ、グガグガで処理。強え、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 強え。ちゃんと受けてるのに。ちゃんと受けてるけど、この強さ。さあ、ファイヤーボールで処理されて、いやー、次の三重視。さあ、ここはギャングには呪文打てない、さすがに。もう無理だって本当に。さあ、おそらくここでガゴムリかなんかを展開してくるので、先に対空を割いて、いやー、ほとんどコストないな。三重視で来るか。さあ、三重視で受けてくるぐらいの気配を。おっと、オッケーオッケーオッケー。さあ、このガゴムリは美味しいか。キングを守りきりたい、キングを守りきりたい。いやー、無理だ。マジで無理。もう本当に無理。いやー、もうあー、もう本当にくそもう本当やめてカンスト。はい、ということで腹立つー、マジ。ちょ、もう一戦行っていい、もう一戦行っていい。本当腹立つ。あんな無理。おーっと、そして今度はレベル10。極端なんだよな、ここ。もうすごいね、レベルが混在しすぎてて、これはもうクラロワの闇でしかない、ほんと。多分ね、長年、ゲームの歴史が長くなってきたから、ここにプレイヤーが溜まりまくってるんだと思う。これ、なんとかしないともう、マジで闇だよ。ほんとに。ほんとに闇だと思う。バランス調整とかじゃないもんね、もう。さあ、ここの、なんとか処理しろよ。いやー、厳しいか。いやー、ごめんなさい、今のは下手だった。さあ、相手はメガナイト、インドラ。今んとこ私と一緒。勝って終わりたいな。おー、なるほど、新しい。これはね、厳しいですね。フリーズとかあったらマジで終わる。さあ、一撃で抑えてほしい。いやー、2発か。さあ、バルーンもろに受けてしまって、1発エレビズか。2発、まあ、結構大ダメージは与えれたけど、こっちの大ダメージの方が辛い。さあ、インドラ来るか。結構対空をちょっとバンバン裂きたくないですね。さあ、矢の網打たれて、これはワンチャン。バルキリーで受けるか。バルキリーで受けて、おそらくまた、オッケーオッケーオッケー。謎の入った、謎の入った。さあ、これは左にいたずらしつつ、ここですね。おそらくここでバルーンが左から来るはず。さあ、来ない。オッケーオッケーオッケー。悪くない悪くない。さあ、崩せてる崩せてる、相手の。相手の形を崩せてます。さあ、いいですね。相手エルウィズが左で、多分バルーンが左。あれ、来ないか来ないか来ないか。バルーン来るか、バルーン来るか。来ない。あれ、謎のバルーン忘れた。バルーン忘れてしまった。さあ、ここは悪くないよ。いや、いい吹き矢。この吹き矢は素晴らしい。さあ、バルーンどっちからでも OK。 この吹き矢先生は素晴らしいです。さあ、ここで左から多分バルーン。 OK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 。さあ、ここを左止めれないだろう。さらに右も攻撃が入って、オッケー、どうもです、どうもです、オッケー。さあ、対空は温存しつつもしっかり守っていきながら、これ左多分相手結構きついんじゃない。ザップでちょっとキング削ろう。オッケー、決まった、ありがとうございます。よし最後はキングを落として勝利したんでね、気持ちよく終わりました。いやー、にしてもちょっと今日途中マジで温まってしまったな。ごめんなさい。いや、もうね、きついわ、ほんと。
タワーレベルに関係なく、やっぱ結構ユニットレベルがね、レベル12が、まあ、少ないっていうのもありますし、まあ、今の人は同じぐらいだったか、同じぐらいだったんですけれども、いやー、ちょっとな、私も本当に、レベルを言い訳にせずに頑張らんとな。カンストのジャイと三重士は、あれはあかんやったもん。あれも止めようがないもん、本当に。頑張ります。ということで、じゃあ本日はね、メガナイトオーグいつものデッキでやっていったわけなんですけれども、ホグライダーをとりあえずレベル12にしよう。ホグライダーレベル12にして、次何かな、ちょっとここら辺リストラになってしまうかもしれないけど、まあ、何にするかはちょっと考えないといけないですね。ウィザードとかレベルがすごい低いので、結構群れ系が多いじゃないですか。ガゴ群れとか。ベビドラとかワンチャンあるかもしれないけど、まあでもホグライダーにあんま入らないしな。まあ、最近ベビドラかなり見直されてますからね。まあ、ちょっと、いろいろカードをね、集めつつ頑張っていきたいなと思います。ちなみにレベル11がここら辺になってくるので、交換するならここら辺になってくるんだけど、まあ、ちょっとこう入れ替え要素がないですかね。まあ、メガナイトがやっぱりエリートバーバリアンに対してめちゃめちゃ強いので、ここをちょっと入れ替えたくないなと思いつつも、まあいろいろ検討します。ランバーとかいいかもしれない。ランバーレベル11になって、まあでも対空弱くなるか、まあちょっといろいろ悩みましょう。はい、ということで、じゃあ本日はね、ドズ2無課金でプレイしてるドズ2頑張って、4442まで上げました。あれ今日2勝2敗だからあんま変わってない説変わってないですね。引き続きまたね、ドズ2バンバン、トロ上げ頑張っていきたいなと思いますし、他にもね、今トロ上げシリーズとしてはドズルの方の、トロ上げはね、シーズン終了に合わせて、あと1週間以上ありますよね。シーズン終了に合わせて今シーズン、末にね、またトラゲ生放送やろうかなと。ドズルに関しては動画より生放送の方がみんな見てくれるかなっていう感じなので、まあトラゲ生放送やっていこうかなと思ってますし、あとボンさんのね、神々への挑戦シリーズっていうのもやっておりますので、ぜひともね、そちらも合わせて見ていただければなと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。